アメリカでただ一人のボクシングの女性レフリー。彼女は試合の前に注意をする。Step back, protect himself at all times, and don't throw a punch on the break. ブレイクという単語の他には言葉を必要としないリングへ西島陽介さんは向かった。8月ラスベガス、全米にテレビ中継された試合で西島は鮮烈なアメリカデビューを果たした。しかしその2ヶ月後、同じリングで一度は豪快なダウンを奪いながら地元の選手に有利な判定に泣いた。トレードマークとなった青い地下足袋で長いトンネルのような廊下を抜ける。ラスベガスで負けることの悔しさを初めて知ってからわずか40日、西島はその雪辱を果たすべきリングに上がる。アメリカではこれが3度目の試合となった。試合が行われたのはロサンゼルス最大のボクシング会場ホーラン。そのリングに上がることができるのは選ばれたボクサーに限られる。西島の試合を組んだのは前の2試合を見たフォーラムのプロモータートニー・カーティスだった。Well, I think he had a lot of good. I think he has good potential. He has very good moves, and I think surprisingly they say he never had an amateur fight. And I think he's well developed for a guy that never had an amateur fight. And I think his anxiety cost him that fight the other night. 試合を前に。西島はロサンゼルス市内のジムを回って練習を続けた。あるトレーナーがトニー・カーティスの言葉を裏付ける。 Very few fighters I've ever worked with pick up as quick as he does. That's what really surprises me. How easily he learns and picks it up. Real, almost, you show him something and you think that he's been doing it a long time. この日、西島のスパーリングパートナーはミドル級の世界チャンピオンジョン・ジャクソンだった。31戦してまだ負けを知らない彼はマジックのようなスパーリングをしてみせた。ガードを下げて中に入るが、西島の攻撃は簡単にかわす。軽いパンチと足を使い、西島との距離を思った通りに作っていく。西島にとってはレッスンを受けているようなスパーリングだった。全く当たらない。やっぱり世界チャンピオンまで選手になるとかなり勉強する部分もあるでしょ。スピードは速かったんで。 He's a good young strong prospect. At this stage of his career he needs to just be more patient. When he's going inside, you know, working his jab. Jab a lot more going inside. You knowI guess he feels he's so strong in his senses that he forgets about walking behind the jab to set up his other punches. 西島がジムの会長と二人で合宿をするロサンゼルスのモーテル。試合10日前から西島の食事は1日1食に制限されていた。渡辺会長はこの日脂身をそぎ落とした肉を焼いた。西島は初めての減量を経験していた。10月はクルーザー級84キロで戦ったが、11月には5キロ落として79キロ、ライトヘビーでリングに上がる。なんとかして下げてなと、なかなか下がないんでね、体の仮の体、ほら筋肉だから、ええ、ね、下げるのに苦労しましたね。西島さんどう、減量はきついですか？はい、きつい。やっぱりお腹減る？ああ、少ない。そうじゃね、今伸び盛りでしょ、20歳で。試合までにあと2キロ落とす必要があった。試合3日前から西島は食事を取らなかった。ジムでは出なくなった汗を出す。練習の後にうがいはしたが決して水を飲まなかった。
다시 골프지 어디 알아? 試合当日の朝、恐る恐るはかりに乗った西島、78.5 キロで計量をパスした。この日フォーラムに詰めかけた観衆はおよそ6500人。西島は名前をコールされ、いつものように小さく手を挙げた。相手はすでに13戦のキャリアを持ったメキシコのデビッド・メンデスだった。1ラウンドのゴングが鳴り、試合は静かに始まった。西島のパンチがヒットしたかに見えたが、相手のガードは固く有効度は奪えない。逆に相手の軽い連打を許し、西島が一瞬棒立ちになる。¿Qué pensaba? ¿Cómo pelear hoy? Pensaba pues, boxear con el jab y tirar derecha larga, o sea, no fajarme. 西島が打って出ると、相手は必ず後ろに下がるか横に動いてパンチをかわした。空気打ってるような感じだ。空気打ってるような感じだったね。本当。手なめこと。全然当たんないというような。当たんなかった。ふわふわしてる。そうすると気持ちどうでした。焦りました。ああ、失礼します。この試合、西島のコーナーには強い味方がついていた。選手を怪我から守るカットマンとしてアメリカで3本に指に入るミスター・チャック・ボダックだった。He's a very good prospect, but what he's got to learn is jabbing. You know, because everything starts with a jab. He's a natural puncher. He knows that he can hit, and every punch he throws is like it's going to be the last punch. You know, instead of being relaxed, you know. 第二ラウンド、西島はジャブをつき始めた。相手をコーナーに詰めるとショートパンチを連打する。そしてこのラウンド1分過ぎ、この右ストレートが勝負を決める一撃だったのかもしれない。Pues pega fuerte y no dejó de tirar golpes. Y pues me equivoqué, le equivoqué la pelea, me la fajé y mi esquina me mandó a boxearle nada más. その打ち合いは試合の流れを西島のものにした。最後のラウンドを迎える西島にスタミナの不安はなかった。第4ラウンド開始早々、西島はラッシュをかける。相手はロープ際に釘付けとなった。そして2分過ぎ、決定的な瞬間がやってくる。左フックから右アッパーのダブル、なおも続く連打の中で相手は右の目の上を切っていた。その直後、レフリーがブレイクをかけ試合を中断した。この時西島はヤバいと思ったという。初め揉み合いながら自分がパンチ打ったんで、それで止められたのかと思ったんですけど、やばいなと思ったわけなんです。自分の方が悪かったんじゃないかと思って、反則だと思って、レフリーが試合を止めたのは相手の怪我をドクターに見せるためだった。がドクターは怪我を見るまでもなく即座に試合をストップした。この瞬間、西島の勝利が決まった。
って勝ったと分かった瞬間と思いました、ね。いや、それ嬉しかったです。はい。Hemos emocionado, fue fuerte y es constante, valiente. He's a very good prospect. He looked good. You know, he made an impression here where, you know, he could have a home here. You know, fighting. 4ラウンド2分18秒 TKO。西島の圧倒的な勝利だった。試合のすぐ後、日本に帰った西島は会長と掘ったジムの地下室で少し変わったトレーニングを再開している。腰の高さに張ったロープをくぐり相手の攻撃をかわして打つ練習、そして逃げ場のない狭い部屋で接近戦のトレーニング。ジムの先輩、日本ミドル級4位の横崎聡が西島のパンチの強さを知っている。西島のパンチもハンマーでぶん殴られたって、そういう感じのパンチですね。全くも質が違います。パンチの質が違うんです。違います、全く違います。パンチの何ていうんですかね、威力っていうんですか、パンチの手の破壊力、威力が違いますね。全く違います。まあ、あれがやっぱりヘビー級のパンチなんだろうなと思いますね。日本人の重量級世界チャンピオン誕生、そんな我々が見たことのない夢を見せてくれるのは西島陽介さん。彼を置いて他にいない。